やろ YouTube イエース不動産の鬼も虫こと沢茂美です。さて経営編もねここまで参りました。すなわち確定申告をし税金を取り戻すということでね、なぜ確定申告をするんですかね。よくね税務署に行くとすごい、まあ、期限のねあの直前にいっぱい並んでる人がいますけれども、あの人たちはなんで並んでるのかっていうとですね、税金を納めるために喜び勇んでそこに並んでるんじゃなくて、ね、自分が払いすぎてしまった税金を確定申告をすることによって取り戻すために並んでるんですね。でもね、もう最近はね、私も以前はね、並んだり持ってったりしてたことがあるんですけれども、最近はもうネット上で、全部できるようになってね、しかもそれが簡単なんですよ。これね、一度ね、知らない人はね、うわー、なんかネットで入力大変そうって思うんですけど、要は、国税庁が作ったホームページなんで、この計算のミスがないわけですね。指定の時にこう画面を見ながらこう入力していくだけでそれが完結して、しかも以前はねそこで作ったやつを印刷してそれでねちゃんと提出しましたよみたいなことを教えなきゃいけないんで、なんかそのね税務署に持ってってそこにそのはい何月何日受領しましたっていうそのハンコが欲しくてね、いちいち印刷して持ってってたんですけど、今はねデジタル署名的なやつでこう何時何分あなたは提出しました、しっかりと受け取りましたみたいなのがもうそこでねちゃんと署名として残って PDF に入ってるんで、まあ、印刷する必要もないしね、そっちそのやり方でやったらいいんじゃないかななんて思います。以前はねそれがパスワードでできなくて、なんかカードリーダーみたいなのにこう専用のなんか自分のなんか IC チップみたいなのを載せて、まあ何でしたっけ、マイカード、マイナンバーみたいなのを捨てですね、やってたんですけども、最近はね、それも必要ないと。あれね、なんかインストールしたり、その設定がうまくいかなかったりしてね、こう載せててもね、うまく作動してないとかね、いろんな問題点があってね、私もパソコンに詳しいんですけど、一度もうまくいったことなかったんですよ。すみません。でもね、パスワード方式になってから、このパスワード方式は、税務署に行くとね、ちゃんとできるんで、行って、その場でね、発行してくれ、たりします。ちょっとねそこによったり今は違ってるのかもしれないですけど、その場で発行してくれてですね、持って帰ってパスワードやって、あともう一個ね後ほど言いますけど、青色申告もしたいんであれば白色申告と青白色申告っていうのがあるんですけど、青色申告の方がちょっとね書くのがめんどくさい分だけ、要はその人の資産状況とかが把握できる分だけその控除額が大きくなるっていうね制度があるんで、これ青色申告はぜひ不動産やってる方は申請してみてくださいということでね、なんで税金を取り戻すことになるのかっていうと、まあ、大体多くの人は本業をやっていらっしゃると思うんですね。つまりお給料明細、まあ勤め人ということで、そのどっかに勤めながらその子にお給料をもらって、そこで源泉徴収とかいろんな税務上の作法とかね、年金とか社会保険料とかっていうのが払われて、その残りがその給料明細でこう出されてるわけなんですけれども、そういうのですでに払ってる税金があるんですけれども、それを、まあ、大体ね不動産やったら初年度は間違いなくいろんな手数料がかかってるんで、その収支がマイナスになったり、まあ、マイナスになってなくても減価償却してる分だけそんなちょっと引かれたりするわけですね。そういうので払った金額が返ってくることがあるんです。これ余計儲けてたら当然そのさらにね不動産で儲けた分を当然税金として払わなきゃいけないんですけれども、まあ、本業と相殺してね例えば本業の方でも いろいろこう経費を使ったりしたのがこう税引き前に経費経費が税が引かれた後のところから自分の経費を払うのか、税が引かれる前のところからその経費を払えるのかっていうので、その残る手元に残るお金が全然違ってきちゃうんですね。だからまあその事業とか副業とかやられてる人はこの税務の知識っていうのは一番必要なんですよっていうのが、まあ、大体ね必要な知識をね5個とか6個とか並べてる本が多いんですけど、その中の最後の方に必ずこの税務というものが入っています。ということでね、ここ私がおすすめするのは税務署員だけが知っている秘密の節税法、まあねこうやって本になってる秘密でも何でもないんですけどね、この大村王次郎先生っていうのはもういろんなところでこういう本はねもう何冊も私の知ってるだけでも20冊くらい出してるんじゃないかなって思いますけれども、まあここにいろんなことが書いてあってね、まあこれ必ずそうなるってわけじゃなくて、その時の時勢によってこう微妙にね違ってくるとは思うんですけども、その税務署のね解釈がね、でもこれは元税務署員の方が書かれた本ということで、非常にいろいろなね不動産の面だけでなくありとあらゆるまあ社長とか副業とかやってたら使える知識が入っているので、興味ある方はぜひ読んでみたらいいんじゃないのかなって、大村
村王次郎でね、検索したら出てきますんでね、まあ、大二郎なんていうふうには見えるかもしれないですけど、ね、これあの、ここにゴルゴ13なんで、税金を取り戻す、ラザーとか言って書いてますけどね、あのこれは私も、このシリーズは何冊も読んでまして、勉強しています。ということで、そのね、自分の税金を取り戻すっていうことで、言ってみてください。ということで、何がね、まあ、あの本に書いてあること、一言で言うと、あの一言で言うんで、あのね、あのざっくり間違っているところもあるんですけど、一言で言うと、あの要は自分がさらに儲けるために費やしたお金、要はお金を増やすために使ったものはこれ経費になるんですよということが一言で言うと書いてあります。詳しくはあちらを読んでくださいね。あのこれは税務の講座じゃないんでね、税務の講座ではないんです。ただ不動産経営やるんだったら当然ね、その辺は知った上で、その税引き前に経費としてやって、経費がの分だけ使って、それでどんだけ儲けが出たんですかっていうのを出して、手元に残るお金がなるべく多くなるように、そしてそれをさらなる投資に回せるようにやっていこうじゃありませんというかということでね、税務知識を強化する。でそのためにはね、あの税務署に行って、もうさっきも言ったその ID パスワード方式っていうのが今で一番簡単なんで、これであのやってください。そんでパスワードね、ちゃんと管理してくださいね。で、もう登録して、その一回入力すると、例えば名前とかいろんなね、あの何回も入力しなきゃいけないのはもう自動的に保存されて、それがデータファイルになってパソコンの中に保存されるので、それをまた来年も読み込ませると、またね、あの去年の続きからそのできると。例えば物件が多くなってくるとね、こう毎回入力してたら大変ですからね、そういうデータも活用できるので、あのしかもその税務署が毎回最新のね、税務に合わせてやってくれるので、あの変なソフトをね入れてなんか計算するよりかは、ずっとあの僕はあのいいんじゃないかなと思ってやってます。はい、ということで、あと青色申告ね、あの白色でもまあいいんですけど、まあ、あの白い、あ青色の方があの控除額が10万円、まあ、事業規模になるとね65万円とか、その最終的なその税務税金を払う額からこう引かれるっていう控除額っていうのがあるんですけれども、それが上がっていくので、ただねその65万円の事業規模だと自分のその資産の貸借対照表みたいなのも書かなきゃいけなくて、結構それね大変なんですよ。あのまともに書こうとするとね、まあ、自分でやんなくて税務署に任、あの税理士の方にお任せするっていうんでしたら、ぜひそういうふうにねやっていただいても、まあ、自分でね資産を管理するためにやってもいいんですけど、やっぱり、ね、自分のその申告している時間がもったいないということなので、税務署に税金をね、会社でやってるんだったら、まあ税務署に任せたりし、個人でやってるやつも、まあ税務署じゃない、税理士の方に丸投げするのがよろしいかと思います。でね、ここで一つだけ知っておかなきゃいけないのは、総合課税所得っていうのと分離課税所得っていうのがあって、まあ、例えば、株式の譲渡で得た金額とかっていうのは、自分の本業でのそのプラスマイナスとか、その不動産所得とかとプラスマイナスできなくて、その株式で儲けた金額だけに関し、それを見てある税率で税金がかかるっていう風になってて、自分がどんだけ儲けてようが損してようが関係ない、これがあの分離課税っていうことになるんですけれども、不動産の場合は自分の所得、あの要はあのフリーランスで自分で稼いでいるその自営業の金額とか、自営業でかかった経費だとかというのと、その不動産っていうのが合算されて、要は一つの、あの要はお金の儲けた儲けないっていうのを見て、最終的に税金があのその所得の総額に対しての税率でかかるっていう、その総合全部足された状態で出てくる。まあこの農業とかもね、あの不動産とか、あとその働く勤め人としてのその所得、まあ、給与所得ってやつですね、っていうのは全部合算されるので、いろんなところでちょっとマイナスがね出てたら、そのマイナスの分だけが合算されるのでいいですよと。でこういう例、特にね不動産の場合は買った初年度っていうのはだいたいマイナスになるっていうことなんです。なんでですかって、それはね最初の年はあのいろんなあの仲介手数料とか登記の費用とか、あのローン手数料とかあのかかるわけですよ。なのでそこでマイナスになった分で、税金が返ってくる。あとね、減価償却っつって、その物件を、まあ、例えばあの木造でしたら22年で減価償却しなさいとかね、まあ、22年が最長になるようにしなさいってことで、もっと短くしてもいいんですけれどもね、あんまで短くすると1年あたりのその
税金、あ、じゃない、1年あたりのその償却額って、実際に物件自体は変わってない、まあ、経年劣化した分を金額的に減ったものだとしなさいっていうのが、これが減価償却なんで、減価償却はについてはですね、本編の方で、さらに詳しく解説した動画がありますので、そちらを見てください。そういったのを組み合わせることによってですね、実際の所得を圧縮できる。だから、不動産やってる人なんかは、毎年毎年新しい物件を買っていくことによって、その償却というか、その経費をね、毎年多く計上することによって、税金を少なくしようなんていう戦略の方もいますけれども、税金はね、いっぱい払っていいと思います。それで、この我々のね、国がより豊かになるように、まあ、協力していけばいいんじゃないかな。ただ、まあ、ね、取り戻せるものはしっかり取り戻して、その正規の、税金を納めるってことでやっていけたらいいと思います。ということでですね、この後ね、ちょっと確定申告コーナー、要は税務署のホームページっていうのを見ると非常に、なんか面白いので、ちょっとね、それね、やってみましょうかね。さて、ちょっと画面を切り替えますけれども、こんくらいだからこうなんですかね。はい。まあ、ちょっと今、画面をね、インスタと、なんだ、フェイスブックの方は見れないかもしれませんけれども、ズームの方はこれ今、ね、ここに、確定申告って入れてみましょうね。まあ、Google で確定申告っていうふうに検索すると、まあ、今年のね、確定申告コーナーが出てきます。こんな感じですね。ちょっとね、こっちは映ってませんけれどもね、で、こう簡単なんですよ。確定申告作成をこちらっていうでっかいボタンがあるので、それで作成開始ってやるか、去年のデータを入れるかっていうのが出てくるんで、まあ、去年データ入れないでね、まずは作成開始ってやると、まあ、4つくらい出てきて、例えば ID パスワード方式とか、マイナンバーカード方式とか、もう印刷して提出なんで、印刷して提出はもうログインすら必要ないんで、印刷して提出っていうのをやってみて、まあ、利用規約 OK ってやって、じゃあ今年の分作るんですか、過去の、確定申告の分修正するんですかみたいなのが出てくるんで、まあ、今年のやつを選択すると、所得税ですか、で、不動産の場合はね、収支内訳書っていうのとか、決算書っていうのを出さなきゃいけないんで、あとは消費税の納税ですか、贈与税ですかっていうのが出てきて、まあね、今回の所得税なんで、これで所得税って選ぶと、もうこのね、誕生日聞いてくるんで、これはデータ読み込ませてればね、そのまま出てくるんで、まあ、この場合はね、適当にちょっと入力誕生日してみますけれども、それで、給与申告以外に収容、報告する、申告するのありますかってことで、今回不動産なんでね、はいって言って、そうすると税務署から青色申告受けてますか、これではいだったらはいで、家だったら家でね、で、予定納税してますかとか言って、まあ、家でもはいでもね、いいんですけれども、そうやって、はい、いいえって答えてってクリックしていくと、こういうふうになって、まあ、こういろんなね、所得ごとに、まあ、不動産所得だったら、ここの、ものを入れるとかっていうふうになってるんですけれども、まあ、一番簡単なのはね、給与所得で、ちょっと給与所得をポチってやってみますけど、まあ、勤め先からですね、XML データっていうのがあまりに渡されてる、まあ、ほとんどないと思いますけどね、場合はそのデータがありますってやって、それを読み込ませるといきなり出来上がるっていう。で、それがなくても、これ入力するって書くとですね、もうここに、あなたの給与明細、これ、全部同じフォーマットなんですよ。こういうふうに書けてね、給与明細の、年間のやつあるじゃないですか。決まってるんで、それの、ここ、丸1に書いてあるものをここに転記しろ。丸2に書いてあるもの、ね、これもう完全に画面が対応してますからね。この丸3のやつ、ここに入力せよとかって、もう全部決まってるんで、これをどんどん入力していくと、もう勝手にその申告ができると。で、そこで入ったやつに、まあ、例えば、医療控除をつけたりとか、不動産収入をつけたりとかって、こう、まあ、不動産所得のところでね、めんどくさいのは、経費がどのくらいかかったかとかね、そういうのをね、入力するのが大変な場合もありますけれども、まあ、ちょっと一回試しにやってみるとね、いいと思います。まあ、今回はね、これは確定申告を自分でできるようにしようコーナーではないので、これで終わりますけれども、このような感じで、本当にね、簡単にできるんで、これはね、結構知らない人が多いんですよ。あ、すいません、私は確定申告はやったことなくてね、本当、これはもうやんなきゃいけないんですけど、困ってるんです、みたいな方もたまにいらっしゃって、そしたら私がね、こう30分くらいで教えて、うわ、簡単ですねって言って、なるんですけどね、まあ、つまり、一言で言います、税務の知識を身につけて、
確定申告をして税金を取り戻してください。これはね、いやいや、僕副業やってないんですっていう人でも必ず確定申告した方がいいです。簡単ですしね、税金を払ってんだなっていうのがよくわかりますし、まあ、医療控除とかね、あ、こんなのできるんだとかね、住宅ローン控除なんかやってる人はね、自分でやってるかもしれませんけれども、ぜひ、チャレンジしてみてください。そして、税務への知識、この国の政治への知識、関心を深めて、よりこの国に、ね、いい影響を及ぼせるように、我々頑張っていきましょう。それでは、今日も、あなたに最高の幸せが、雪崩のように流れ込んでてね、幸せな人生になっていきますように、イエース！